プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。先日投稿した角田コーチの平泳ぎ解説動画総集編、おかげさまでものすごく評判が良かったです。ありがとうございます。なので今度はバタフライ編も用意してみました。ぜひこの動画を通してバタフライの簡単さを知ってください。前半はストローク編、後半はキック編となっております。では最後までお楽しみください。ちょっと具体的な面に触れていこうかなというふうに考えてます。バタフライについて、特にバタフライの腕のリカバリー話していければというふうに思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。 YouTube でも多分検索してる方多いと思うんですけど、バタフライの手で後ろまでプッシュ、フィニッシュが終わって、リカバリーで腕が前に戻らない、戻そうとしても腕が、体が沈んじゃったり、手がこうやって水面をザザーって引きずっちゃったり、どうしても形が汚くなってしまう、もしくは戻らない、戻すのがきついっていうことが結構多いんですけど、基本的には書き終わった位置が体の後ろでリカバリーをしようとするからきつくなる、だけど体のこういう横でこう持ってったらきつくないじゃないですか。ここで持ってこうとするときつい、けどここならきつくない。多分そこが根本の理由で、持ち上げてからリカバリーしようとするから苦しくなる。押して待って抜く。書き終わった時にまだここに水が、俺の手が水だとして水がまとわりついてるわけ、でこの水を無理やり取ろうとしてる。そうそう、でリカバリーしてるのみんな。そうじゃなくて、書き終わって、で体が進むからちょっと背伸びしてる。そうで、それから抜けばまとわりつかないじゃないですか、っていうことが言いたい。まとわりついてる水がなくなってからリカバリーしてあげるようにすれば、そのまま、はい、両手を上げてくださいって言ったらスムーズに手はいくわけですけど、こうなって、はい、上げてくださいって言ったらここら辺に引っかかるわけです、でそういう動きになってませんかと。けど書いてさっきみたいに抜いていけばこのままいくんで、そこはほぼ解消される。あとは腰が浮いてるかです。水面があって、こうなってれば別にそのまま今みたいにリカバリーできるけど、こうなってたら手がここにあるわけだから、それは、ね、こう持っていくときにここで邪魔になるでしょっていうことになるんで、じゃあその邪魔な感じが嫌だから無理やりリカバリーしてるんで、ノーブレでぐるぐるつけて書いて進んでからゆっくりリカバリーするっていうドリフトをやってあげると結構イメージ、その進んでから戻すっていう感覚がつかみやすい。けど一番苦手だったのが僕もこうですか。いやー、めちゃくちゃ怒られた。あれは怒った。結局書き終わってすぐに書こうとして、で両手で行くのがしんどいからこう。あー、なるほど。当時も僕の頭でそれができなかった。俺も怒れば治ると思ってよくよく考えると、ではその待つがない、待つのは結構大事、大事だと思うんですね。水面があって待つっていうのは、こう肩がこうは、ここが待つの時間なので、イコール肩が水の上出てからリカバリーするから、書いてこうフッて後ろに肩が上がってくるのを待つ時間。あとはバタフライで肩が痛くなる人、今はさっきの動きを無理やりやってるんで、こういうやつ、それ痛くなる。4年前にここまで教えてたバタフライの選手なんかは、下からリカバリーしなさいって、だから書いたら、そのまま下からリカバリーしなさい。こういうことで、そういうイメージでやるんですって、やってて、バタフライどんなに動かしても肩痛くならなかった。何年か前に、水馬でマイケル・デルプスの泳ぎが、肩より低い位置でリカバリーしてるって書いてあって。やっぱり正しい。基本的には進みたいので、作用反作用だから、やって上に進むとしたら、こうじゃん、このままでいいじゃん。これってだって、肩がこう下に入っちゃうから、ますます無理がある。で、肩が出てないから呼吸もできないし、基本的には作用反作用の考え方が一番シンプルなんで、マスターズの方とか、泳ぎを覚えようとしてる人たちには、前に進むんだから後ろに落ちましょう。ああ、そうですね。人間の体は浮くって言ってるけど、浮くのは基本的に胴体、肺がある。そう、肺があるから。最初に見つかるのは胴体だから、手とか足は浮いてこないんで、その浮かないものを
水面に持ち上げたら体はさらに沈もうとするから、だから水面引きずるか引きずらないかの方が本当は物理的には苦しくないはず。体さえ上がっちゃえば腕が下に下がっているから、そう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 、逆に言えばそれだけでいい。基本的にだからその水の上に出てるものは体を沈ます作用をするっていうことを理解しておかないと、抵抗を少なくするために水の上に出すっていう考え方もあるけれど、その反面沈む力も働いてるんだというところのバランスの取り方だと思うので、あんまりリカバリーは僕は高くない方が負担が少ない、体を浮かすための努力はしなくていい泳ぎになっていくんじゃないのかなというふうに思ってる。わかりました。キックって第一キックと第二キックはどっちも大事だと思うんですよね。どっちの方が大事だと思いますか？第一キックを打たないバタフライはないので、はい、打ったら第一キックない。ここが入らないと腰が浮かないので、あ、最低できなきゃいけないこと。最低ライン、第一が最低ライン。古いスイミングの教え方で1212でバタフライを教えると、ワンストローク、ツーキック、ツーヒップモーションになってるスイミングが昔あったわけですけど、バタフライはワンストローク、ツーキックだけど、ワンヒップモーションなので、過去の働いたスイミングでマニュアルを作成したときは、ワンキックバタフライでバタフライを教えるように指導、マニュアルを作ってる。ツーキックっていうのはその後、競泳になってからでいいんじゃないか。あ、第一キックしか打たなくても、体がうねったら第二キックに見えるので、4種目合格を目指すレベルのバタフライだったら、キック1回で十分。と思う。あとはだからその第一キックの打つタイミングがね、手が入る時に打つっていうふうに思ってる方が多いので、入ってから姿勢を作ってあげないと、だから要は腰が浮いてからクロールよりもバタフライの息継ぎの方が楽じゃない。昔教えてた成人クラスの当時50代の60代だったのがおばあちゃんが水泳を始めました人は、クロールで 25m 泳げる前にバタフライで 25m 泳がない。世間的にはバタフライの方の呼吸のがきつい、顔が上がってこないっていう人の方が多いです。間違いしてるからね。ラジオ体操の深呼吸してもらって、吸って、吐いて、で吸って、胸張って吸って、吐いて、こうラジオ体操の第二呼吸、吸っての姿勢とバタフライの姿勢と一緒で、胸郭が開いて空気が入る形になって、顔が出れば吸えるのがバタフライ。そういう感じでちょっとバタフライのお話が。呼吸からクロールに行きまして、僕的には結構得したなっていう気分なんですけど、またまた、いろんな種目お話聞ければと思ってます。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。水中家庭教師です。本日はですね、バタフライのキックについてのお話をちょっと聞いていこうかなというふうに思ってますので、バタフライでお悩みの方、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっとこの間の平泳ぎの動画と似通った質問になってしまうかもしれないんですけど、はいはいはい、バタフライのキックってあれは広げた方がいいんですか、それと もうくっつけて打った方がいいのかっていうのを、広げて打っちゃうと左右がバラバラになっちゃう、ああ、だから完璧にくっつけた方がいいのか、ああ、どっちを取るべきなのか、ああ、はい、まあ、フリーのキックもそうなんですけど、正面から見て、はい、こう 足ですよ、はい、足指が5本あって、はいはい、で大げさに言えばこういう状態、はい、こういう形になって小指側が小さくて、はい、親指が大きくて まあ、こうなってるじゃないですか、はい、でこれをまっすぐ動かしたらどうなるかって言ったら水がこっちに行っちゃうわけですよ。なので蹴る面をこんな感じかな、蹴る面をうまくて平らにするよ、そうするとこっちに蹴れるってことは、膝を内旋することで、まあ、その水を持っていけるようになるっていうことがまず基本のその1、その1、はい、で次に、まあ、これはフリーのキックも同じ、あ、バックもそうだけども、持ち上げてもらって打つのも乳首が打つよ、でブラブラブラって足振ってください、もう力抜いて、そうするとさ、こう
こうやって外回りするの分かる？あ、こういうことです。そうそうそう。こうやってやったら外回りする。力抜いて。だから力抜いて、けど足首は力抜きましょうって言ってるんだから、力抜いたら外回りしちゃうんだから、まっすぐ蹴ったら水は外に行っちゃうから、ダメよってことでしょ。で、それをこの前、いつだっけな、去年10月ぐらいだったわけで、新潟医療福祉大学で研究して、こうちゃんと ひねって蹴った方がいいっていう論文が出てた。で、それはまあさらに違う理由も書いてあったけど、けどまあ足の形と足関節の動きで何もしないと外に行っちゃうのを、まっすぐに近づけようとしたら自然的にどっちがいいですかって考えればいいじゃないですかねって思うんですよ。足がこう張って少しこう曲がってでまたまっすぐに戻るみたいな風にするとその内旋の動きが入ってくるんで水がしっかり押せるようになるということだと思うんで、一番ダメなのは蹴り終わった時にこうなってることですよ、ね。これは水が逃げちゃうんです。で、かといって曲げた時にこう揃った状態で曲げても水が捕まらないんで、この順番がいいんじゃないかなって思って教えてますね。だから平泳ぎの足の引き始めと似た感じになるんで、そう自然的にこういう感じになってきて、で、だから足をつけるっていうと力んじゃう。その曲げる時には力ましたくないから。紙風船が潰れないように挟んでる感じっていうの。この間の興奮続き。そうそうそう。そういう、そういう柔らかいものをっていうのが多分その引く時のイメージで、水面があってこんな感じで腰で頭。ドルフィンキックをこうやってこうキックする、ちょっと絵が雑すぎて分かりづらいんだけど、要は腰が落として蹴って腰を戻すような感じになってるのを、腰があってこうなってこう、大げさに言えばこう腰を落として戻すキックの動きが多い、まあ、頭の位置はちゃんと書いてないですけど、まあ、多いのをその腰を落とさないで曲げて蹴った時に腰を上げるようなイメージで、まあ、他の動画に出てくるんですけど、そのビート板の正しい姿勢というのをお話しさせてもらっていると思うんですけど、それが結局これなんで、でここにだからビート板がこうあれば、うん、一緒です、ね、そう一緒になってきて、この形が作りたくて、だからあの姿勢っていうのはバタフライのキックにも関係あって、でこの腰を落とさないで引くっていうのは平泳ぎも一緒でしょ。そうですね、膝を落とす、うん、だから引き始めは平泳ぎと似た感じでいい、うん、になってきてっていう風になってくると、こう推進力がこう前に前に、これだと推進力がこう斜めにいっちゃうじゃないですか。そうしたね、選手によって骨格も違えば筋力も違うし柔軟性も全部違うんで、その正しい動きがこうなんだけど、人によってはこう言った方がこうなる人もいる、はい、だからその言い方、この言い方がいいよっていうことではなくてっていうところを、その見てる人がちゃんと理解していただければなと思うんですけど、はい、こうやったら良くなったっていうのは言われた人の状態が、状態とその頭がそう言われたら良くなっただけであって、全員にその言い方で良くなるかって言ったらそんなことはない。
だからその小学校でも中学校でも同じ先生が授業やったって成績のいい人と悪い人がいるのと同じで、全員を成績良くするためにはその人に言った言い方をしなきゃいけないのと同じで、水泳のコーチも正しい答えを導き出すためにどう言ったらいいですかっていうのは全部違うっていうふうに思ってないと、ちょっとミスったらこの多分これ1時間ぐらいも言ってますよ、57分言ってます。電源大丈夫なの？やばいです。ここは他に聞きたいことがあったら左右のバランス気につい、それ一回じゃあここはだからとりあえず切って、何、はい、左右のバランスなんだろう。ドルフィンキックで あまりにも足が広がっちゃってて、こうポポンってなっちゃうっていう子を僕は実際に見てるか、今見させてもらってるそういう子がいるんですけど、はい、そういう子に対して早口めちゃう、そういう子に対して何かこう有効なさ、バタフライのキックで横から見たときに、はい、頭があって腰があってこういう曲げ方をした方がいいですよっていう、はい、これが正解だと、はい、で今言ったこのタイプっていうのは大げさに言うとこうなってですね、ここがまっすぐでなってる子に多いです。はい、なんででしょうね。わかんないけど、これはだからその、スイマー的な表現をすると腹筋で蹴るとか、腹筋で蹴る感じ、これは要は足を伸ばそうとしてで、足を伸ばそうとしてすると足の筋力の左右差がもともとあるのでバラバラってなっちゃうんじゃないのかな。あとはだからその片っぽしか意識してないはずなんで、無意識の中の意識が片っぽなんだよ。先に行ったのに気づいて後から遅れてくるとか、そういう感じのはずなんだよ、ね、これ足だとするじゃん。右が先に行く子にその一時的に直すんだったら、はい、蹴るときに右の親指で左の親指を押しなさいって教えるから、先に行っちゃう足をでしてあげれば、なるほど、てかそういうふうに成人を教えたことがある。これは一時的なんですね、根本解決じゃなくて、そうやってたら左右差がだんだんなくなるから勝手に治ると思う。なるほど、これ動画にすんの変じゃね。大丈夫か分かんないけど、だから左右の筋力差とかそういうのは変えらんないから、要は強い方の足で弱い方の足を押してあげれば一緒に行くじゃないかっていうふうにやるかな。分かりました。一番いいのはね、その子がいてやってごらんつってやってみて、でダメだったらじゃあ次これ、ダメだったらこれ次つって、その無限のルートを見るみたいなのもね面白いかもしれない。引っ掛けるぐらいの感覚でやると結構ねいきますよ。ただ基本的にこんなこと、こう最初ね、だからね、そのね芋虫ドリルって言ってるんだけど、はい、てか俺の中では言ってるんだけど、要は曲げ伸ばしだけやる。あ、別に平泳ぎなしでもいいんだけど、はい、要はお尻よりも高いものがあるからお尻が沈むので、お尻が沈まないことを最初に覚えてもらった方がスムーズだと思うので、はい、でもっと言うと、さっきのじゃない、言っちゃいけない、他の動画にも出てくると思うんですけど、はいはい、だるま浮きからのストリームラインの途中段階がこれに似てるじゃないですか、はい、先に上半身を伸ばして、そうそれぐらいあの練習が大事だよってことにもなる。浮き身の練習だけど平泳ぎとバタフライの足の引き方の練習にもなるよみたいな、つながってますね。そうそう、だからそのつながりを作れるコーチがいい指導っていうか、もっと言うと、だからあ、なんでこれとこれ一緒じゃんって思わせることがスムーズにこう理解をしてもらえるコツでもあるでしょ。相手の知ってることにつなげてあげる。そうというわけで、はい、もう何の話をしているのかちょっと申し訳ございませんでした。忘れてしまいました。こっちはちょっとあれですけど、多分編集では、多分編集の僕がうまいことやってくれるんで、はい、よろしくお願いします。頑張ったら編集な。ということで、今回はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。本当に見応えの塊のような動画でしたね。
ぜひあなたのバタフライライフに生かしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。